ゴールした後でも土管に入る方法。いや、ゴールバー触れた後土管に入る判定にはな。あれ、まさか？あの城に飲み込まれていくってだけの話なんじゃないか説が今濃厚ですけれども。これいきます。あ、でも確かにそう言われたら、めっちゃ土管入っていく風に見えるね。はい、どうもこんにちは、とのまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでこうするクエストをいただきました。ゴールは目の前149、秘技空中しゃがみ。空中しゃがみってことは空中でしゃがむということだと思うんだけど。ああ、しゃがむんだこれ。え、今どうやってしゃがんだ？飛んで、なんだ？なんか今一回しゃがんだよね。ツタ捕まんなきゃいけないから、しゃがみは一回解除されて、こっからなんかさっきしゃがんでたんだよ。なんだ？どうやったらしゃがむんだ？わかんないな。上をしっぱでジャンプして、なんかたまにしゃがみが出てるな。そん時に行けっていう話か。え、ちょっと待って、出し方がめちゃくちゃ謎だね。たまにしゃがみ状態出てるけど、どうやったら、そのしゃがみ状態が確実に出るのか。え、わかんな。おっと、来た来た来た。おーっと、なるほど。まあ、それが出て完璧にいけたらっていう話か。おっと。え、だとしてもめちゃくちゃ難しくない？これ。おっとっとっと。いや、難しい。オッケーやっていくだ。いや、めちゃくちゃ難しかった。30分くらいかかりましたね。オッケー、いけました。というわけで交際でやられました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。壁キック超簡単です。192分の0。さあ、壁キックコースで、まあ制作者さん曰く超簡単とのことなんですけれども、ここまでクリア者が出てない。やってまい、何、なるほど、こういう感じか。このね、動く壁って、この壁キックちょっと出にくいんだよね。そう、壁がこう、ちょっと動いてるから、いつもより、やや壁キックが出にくいという、うわぁ、ちょっと待って、難しいな。いや、でも落ち着いて、ここの、隙間が空いてるところの直前で、軽く壁キックを入れといたら、まあ、多分いけるとは思うんですけど、ここからトゲだけど、結局、うわぁ、ちょっと切り替わんのかい。まあ、トゲは当たったら即アウトですけど、まあ、即アウト、当たったら即アウトなのはブロックも変わんないから、まあ逆にちょっと隙間が広がっただけみたいな感じ。これ毎回切り替わるんかな。だから今行けなさそうな方が次行ける。ここもだから、ここで今度はこ、うわ、ここ挟まるんか。だからここで真ん中抜けて、下抜けて、多分ここに上にこう行ってのこう、めちゃくちゃ難しかった。オッケー、これで表面に帰って、オッケー、ゴールでございましたと。超激ムズ、アイテム禁止コース、初めてのアイテム禁止コースです。かなり自信作でクリアチェックに1日かかってしまった。142分の0。さあ、制作者さんがクリアチェックに1日かかったという衝撃のアイテム禁止コース、頑張ってやってまいりましょう。まあ、時間制限は別に気にすることないっぽいので、まあまあ慎重にやっていければいいんじゃないかと。これワンチャン壁キックで上、なるほど。いや、普通に壁キックよりもちゃんとタス乗りを決めた方がオッケー、いいですよ。で、これは普通にか、オッケー。で、ここからこう行こうか。で、ここからならダッシュの勢いがつくと思うんで、オッケー、これで行けますと。結構長めのコースなのか？え？それ行け、え？滑ったらいけるこれ。はい。あー、ミスった。はい。あー、行けるんだ、これ滑ったら。そうなんだ。というわけで、これで一旦裏面に入っていきます。まあまあまあ、そこのドスはあんまり関係ないでしょうとは思いますね。ここやばすぎるだろって思うけど、下をくぐった方がいいよね。上はむ、ちょっと待って、なんか中途半端なスタートになっちゃった。多分、まあまあ、しっかりと、こんなもんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなという感じですね。そこひとまずの隙間、地味に嫌だけど、まあ、丁寧に言われば多分いけるとは思う。OK、まあ、なんとかはなってますよ。これは上に抜けたタイミングで、こう、ここ切る、きますけども、OK、なんとか避けれてる。なんとかは避けれてますけれどもという感じだね。一回ここ止まろうか。一回ここ止まりまして。はい、オッケー、下を抜ける。まあ、プロペラがなんか地味にちょっと嫌な動きはしてますけど、まあまあまあ、急げば大丈夫。だ、うーわ、取っちゃうな。結構厳しいですね。これで表面帰って、ぼちぼちゴールだったりしないんかな。ん？何これ？ああ、普通にあれか、鍵を取って戻ればいいってことか。ちょっと一回先の情報まで見といていいですか？めちゃくちゃ長いコースの可能性が全然ある
すごい長いコースだな。まだ全然あるじゃんこれ。これでアイテム禁止でピンクコインを集めてってことだよね。うわちょっと大変そう。ちょっとやり直すわ。オッケー、ここに来ます、こっちに来てこう、オッケー。まあここは一番上行けば問題ないはず。さあこれで表面に帰りまして、こっからツタを頑張って丁寧に伝、まあまあまあ、伝うのは多分大丈夫。ここでアイテム取っちゃうわ。まあまあ、ちゃんと油断さえしなければ、多分いけるとは思いますね。さあ、OK、鍵を取りまして、慎重にとにかくファイヤー、まあ本当にこのコースやっぱあれなんかな、アイテム一回取ったらもう無理なんかな。これで、ここも地味に嫌だねっていう感じはちょっとしますけどね。OK、さあ、鍵ドアまで、チビで来ることが。できましたの、一回ツタに捕まりましょうの、ここ多分いけてる。まあ、プロペラは抜けちゃえば大丈夫でしょうと。そこのピンクコイン取んなきゃいけないから、ここも、こう滑り込んで、で、雲に乗る。うわ、怖いな、このコース。ここから帰んの？ちょっと勢い足りるかな、これ。はい。あれ、無理だ。嘘、マジか。こう。あーいや、これでも届いてないぞ。ちょっと一回アイテムを取った状態で進んでみていいですか。最終的にどうなってるんだろう。あ、これででも終わりは終わりなんだ。で、ゴールは塞がれる。お、なんなんなんだ。これで何？どういうこと？あー、デカ状態できたら、あそこの空間にあるのがファイヤーだから、ボム兵を着火させてくんないけど、チビ状態ならキノコだからボム兵が着火されて、オンオフが切り替わって、この砲台がどいてくれるみたいな、そういうことっぽいな。なるほど。はい。抜けた？うわ、抜けた。よかった、やった。いけるんですね、普通にね。さあ、このテイクを、では、大事にしたいところではある。ここ、つら。え？ここ、どうするんだ？壁キックでもないよな。壁キックしたらどうなる？これって。はい。あー、壁キックで、うわ、最悪だ。おー、いけた。意外とここがちょっと、上達してきましたね。これ、タス乗りをするんじゃないかっていう気がしましたね。オッケー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 。ここからのこうでちくわを落とさないうちにこっち。なんとかなってるよ、なんとか。まあ、こういうところは慎重に行けば問題ない。特にプロペラがこっち来るとかもないから。まあ、これは大丈夫だと思います。さあ、ピンコインが集まったのはいいにしてもですよ。ここからそっち行くも、このぐらいの勢いで、行っちゃえば大丈夫で、ここちくわの真ん中の位置を取っておけば大丈夫。オッケー、これでクリアいけたんじゃないか。こっから勢いよく、シューンと、オッケー。さあ、鍵ドアまで来ます。で、これで来たらどうなるんだ。オンオフが降ってこないのか、そもそも。オッケー、そもそも降ってこないからゴールがいけるというお話で、THX も、お祝いしてくれるというお話でございました。せっかくなんで頂上でゴール。